昼食の用意をしているときにまた電話のベルが鳴った僕は台所に立ってパンを切ってバターとマスタードを塗りトマトのスライスとチーズを挟んだそしてそれをまな板の上にのせ包丁で半分に切ろうとしていたのだちょうどそこに電話がかかってきた電話のベルを3度鳴らせておいてから僕は包丁でパンを半分に切った そしてそれを皿の上に乗せ包丁を拭いて引き出しの中にしまったそれから温めておいたコーヒーをカップに注いだそれでもまだ電話のベルは鳴り続けていた多分15回ぐらい鳴っていたんじゃないかと思う僕は諦めたようで受話器を取ったできることなら電話に出たくはなかったでもそれは久美子からの電話かもしれないもしもし と女の声が言った。